アリアン 44LP の打ち上げ2本の固体ロケットブースターは液体燃料、ロケットエンジンによるブースターで離床時に水力を追加する目的でロケットの側面に備えられる点は固体ロケットブースターと同様である。固体ロケットやハイブリッドロケットとは異なり燃料と酸化剤が共に液体である。液体ロケットブースターを用いることで 軌道へ創積細物を大きく増やすことが可能である。個体ロケットブースターとは異なり、LRB は出力を調節したり、同様に安全のために非常時に停止したりする能力によって、有人宇宙飛行の打ち上げにおいて、クルーに脱出の選択肢を与えることができる。後にソユーズロケットに発展した R-7 ミサイルでは、 多数あるすべてのロケットエンジンを点火して、まだ車上に止まる間に、ロケットの機能を確認するためにこの能力が活用された。ソビエトの1980年代のエネルギアロケットは4機のゼニット液体ブースターを使用して、ブランシャトルと実験的なポリウス宇宙配備兵器の2機の宇宙機を打ち上げた。日本の HE やロケットは計画段階で1本。 または2本の LRB を備えることでより大型の貨物を静止軌道へ投入する案があったが、計画は HIIB によって置き換えられた。アリアン4打ち上げ機でも同様に2本、または4本の LRB が選択肢としてあった。ブースターを備えない基本型のアリアン40では静止、トランスファー軌道へ 2175kg。 投入可能で4本の液体ブースターを備えた44リットル仕様では、同じ軌道へ4 7 9 0ラム投入、可能だった。スペースシャトル開発計画の初期と、チャレンジャー号爆発事故の後には多様な LRB が検討されたが、シャトルの引退まで SRB が使用され続けた。プラットホイットニーロケットダインとダイネティックスは、 スペースシャトルの引退後の NASA の次の友人、打ち上げ機用のアドバンスドブースターコンペティションに、アポロ計画でのサターン V の一段目の動力である、液体酸素 RP-1 を推進剤とする回 -1 から派生した回 -1B を2機備える、予定のピュリオスとして知られる、ブースターの設計を備えた、スペースローンチシステムに参入した。二0十二年に低軌道へ百五十トン。 130トンの SLS ブロック2を低軌道に投入可能で、さらに20トン投入可能な総発のペリオス、ブースターが SLS ブロック2用に選択された。2013年に、ス -1 エンジンを元にした改良型であるス -1B エンジンは、効率が改善され、部品点数が減り、費用対効果が高まったと、報告された。それぞれの F-1B は、 海面高度で、水力180万 LBF を生み出し、初期の F-1 エンジンの水力である155万 LBF を上回る。発展型使い捨てロケット計画では、以下の2種類のロケットシステムが開発された。どちらも、構成の柔軟性が高く、ブースターとしてではなく本体のロケットとしても使用され、他に、個体ブースターの併用も考慮される。さらに並列にした。 クラスタロケット的な構成による HLV とすることも可能である。アトラス V を構成するロケットである。なお、3本並列構成はキャンセルされ、開発元の裏はバルカンに集中するとの談話がある。デルタ4を構成するロケットである。3本並列としたデルタ4ヘビー構成がある。全く同型の3本並列構成とした場合、その3本すべてを 同等の第一弾とし同時に燃焼終了とするのではなく、両端の燃焼を先に終了させ切り離して、中央の一本を第1.5弾的に使いたいことがある。デルタ4ヘビーでは、離承時の前始め全力運転の後、一時的に中央の機体のエンジンの出力を絞り、左右のブースターを分離後に、中央はそれまで温存した燃料で全開運転する。 ファルコンヘビーでは左右のブースターのタンクから中央のロケットに供給するユニークなクロスフィードを採用するという情報があるが2018年2月の初打ち上げでは実装実施は見送られているありがとうございます